Benjamin. Come on. Come on, come on, come on. That's 30 feet. まあ、ほんなら、今日は。え、どうしましょう。今日もかなり僕も、おしゃれにまとめてきたんですけど。あのね、ただあれですよ、僕は結構笑ってもらおうと思ってね、やってるんじゃなくて。いや、嫌なのは分かるけど、このやってしまってるということは、お前もかって思ってないから。違うんですよ、違うんですよ。本当はちゃんと来た方が、笑いには なったんですよ。で違うよ、僕はおしゃれに着こなしてるよという意味で、ちょっと肩から羽織ってみた。ちょっと業界人気をつけるわけ。業界人気をつけるわけ。ちょっと CX 入ってるわけ。でね、日程はね、ポロシャツの襟立てる。襟立てる。うちのスタッフもいますわ。そう。で、TBS はね、なんかちょっとちっちゃくなってるんですよ。もうね、暑いですね。あ、そうかね。暑い。今日寒かったね。最近ね、暖房をね、もう少し考えないといけないですよね。あ、そう？極度にあるでしょ、あれ。極度。はっきり言ってくれな、俺もほら、返しようがないから。どういうことなその極っていうのは急に、極端に行ばれてるでしょ捕まれへん俺なんでなんでしょうねもう少しそのちょうどえぐらいの気温にできないもんなんですかねだからまあ今気温何度なってんねやと外が、うん、生外から入ってくるやつは寒かろうと、うん、まあこんなぐらいにしといたらええんちゃうかとそれがね絶対間違ってますよ思えへんもう新幹線なんか乗ったら腹立つね新幹線暑い確かになんかもう何や触覚出そうやわ暑いじゃんあもう俺はそんなことなったことないけどもなんかもうな今度見してこれおかしいですよあれ絶対考えてくれんとねなんか寒がりなやつがおるんでしょうね一人でそいつを中心に物を考えてるんでしょうババアがこんな車ってこないやってたら下げられへんババアはねババアはほんま寒がりやろこれはもうどうしようもないでしょうけどもう何回うちのおばあん殺したろかあんたもう真夏でめっちゃくちゃ暑いのにやなクーラーかけて寝てたらうわうわーって止めとんなんで止めてんねん寒いわ全然寒ない寒いわけないよ我がもスリップ一丁なっとるわけよ暑いからもうそうやねん言いながらも我がもスリップもう我がはもうボインちゃんのくせにボインちゃんじゃないよそんなおかんのボインちゃん気持ち悪いわ青俺のおかんはボインちゃんやなことあるアホかお前開幕っきりやない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 でも本当暑いですよ。ああ人間だいぶ弱くなってきてるらしいですね、やっぱりね。ああそう。運動もせんかったらあかんよね。昔の人間はもっと健康やったんですよね。だから冷房も暖房もない時期からね、平気で生活してたのに、やっぱりこうやってもう、あれですわ。何やねん。温暖化ですわ。何や、分からへんそれ。何や、温暖化って。もうその人間の温暖化ですわ。あ、そうやろな。いやいや、せやなしに。マッチャ何言ってんやハマちゃんせやけどお前がそう出られるともう俺がその倍頑張らなあかんねんコンビってずっと一緒でしょほんならやっぱりもう何しててもムカつく時期があるんやとあるんだから我々でもそうですやんこうなんかちょっとリズムがあるじゃないですかね、もうずっとなんか悪いリズムで走ってるコンビもいますけども、まあええ時もあったんでしょうなあそうなんかその、なんちゅうの、その、お前そんなもんお前違いないかって言うのもやな、俺らやったらこう、シャレっぽくでも、ドラゴラって言えるけども、ほんとお前ムカつくんだよって。そんな言い方ないやんって。おる。だから、やめなさいとか、そう。被害者さいとか言うのはそうやねん。お前面白くねえんだよ、それ。もうな、それは言うたらいいお前言うに対して面白くねえんだよ。言うてあげたらあかんちゃうから、まあ、そんな言い方あかんねえっていうほら確かにありますよね、まあ、すだからもうお前でもよううえっとかやってねうえタバコ吸うたらもう腹立つねなんでやねんなんで吸うねんおっしゃ今もうやられとんねやろそれまたブーうえこい
今日もなんかしんどいよ、お前。うわ寝てて、うどうどうどさっきもう、おいお、何があったのよ、こんな。船酔いと一緒なんですよ、船酔いと。だから、船酔いを防ぐのは、波がこうあるでしょ、こう波、それに呼吸を合わせって言うんですよ、はいはいはい、そうすると船酔いはしにくいっていう、ね、だから俺寝てる時でももうできるだけお前の声に合わせて、おい、嘘ついてる、ほんま、ほんまやわ、もう気にせえへんように、気にせえへんように、リゾンで揺れとかなかった、揺れるというかこう、おえっていうね、これでうまいことバイオリズム測らんことにはダメですもん。ほんまに。ただ俺はないぞ、俺はお前に対してムカつきがあってもお前に俺ムカつかれるほどのことは俺は絶対したことないもん。俺はないって、俺はほんま人畜無害やし。ええわ、聞いてくれ、俺に何が腹立つな。ほんで普段はあんまり気になれへんねんけど、こうやって2階の舞台で喋ってる時に、昼間食うた飯の匂いがすんのよ、臭いのよ、ムカついてる時はもうそれがごっついやん、カーくるくるくる、何食うてけつかんねえ。でもな、じゃあ待て待て、お前はええで、じゃあツッコミで得やで、こんなガキ何食いやがってんの言うた時に、何でそれでパンとってきた。俺はな、このガキ思いながらもう、このガキやのにやね、ボケなあかんねん、ボケなあかん、ボケなあかん、ボケてまた殴られんねん、ボケて殴られんねん、それがまた妙に痛いねん。そう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 、コンビはほんと大変ですよ、ほんとにもういろいろありますから。まあでもほんま夫婦とも一緒だと思いますけどね、長いですからね、長いですからね、もう11年やってますから、お笑い銀婚式ですわ。もうええよ。この間2月14日、ラジオ聞いていたら、吉田栄作のテイクオフっていう番組があるんですか。誰やそれ。いやいや、もう今人気絶好調、吉田栄作じゃない。あ、そんな人がおんねん。番組の中で吉田栄作はファンはありがたいと言って、その後、でもこの頃ダウンタウンとウッチャンナンチャンにファンを1万人ぐらい取られたと言って、このことについて、1万人取られたみたいな、このことについてお二人はどう思いますか。ね、そうですか、すいません。でも吉田栄作からやっぱファンの流れってあるじゃないですか。そんなとこからこっちには来ませんよ、なんぼなんで。だからまあ吉田栄作からうちに来るっていうのは珍しい人だと思うんですけどね、こういうのも言いました。まあ、じゃあ私はあなたを1年間思い続けたけど、福山雅治に乗り換えました。でも今まで通り応援し続けるので頑張って、ごめんねまっちゃん、謝ってみ、ごめんねまっちゃん、さようなら。クイズで挑戦のコーナー、メロンパンと食パンが道を歩いていました。おいと呼んだら、さてどっちが振り向くでしょう。食パン、答えは耳があるから、はい、終わり。ブーイエ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 イ。ちょっと待って、ブーやったらブーでええから答え言え、答えを言え、答えは食パンですよ。いや、食パンやろ。食パンって、いや、お前なんて言う、食パンって、あ、食、あ、だから答えは当たってるよ、当たってるけど、あの解釈っていうかあれが違う。いや、耳がついてるから。いや、それは耳とかそんな関係ないですよ。そんな、なんないよ、別にその理由はないですよ。食パンは不思議だ。いや、違うな。いや、解釈はどうでもええやったら食パンで当たってんねん、ほら、ブーじゃなかったええやん。ただ、だから食パンって言うたらよかった。それで、それやったら筆記やったら合格なんですよ。それも耳がついてる。耳がついてるから、その意味合いがなかったらお前答えになれへんやないかい。食パンだけで丸できんのかよ、普通。例えば、太田浩二さんと吉原隆さんっていうのがいて、おいって呼んだら、吉原隆さんが向いて、太田浩二さんが向かなかったんです。なんで吉原隆さんは向いたんや。
理由別にあれへん。いやだから理由がなかったら丸やとかバス言われへんやろ。いとんねん。お前耳ついてるからや。お前それは正解やないか。あんたら全然違う。さ私は耳の溝が納得いきません。耳か。何の役に立っているとも思えないし、耳かすが溜まって手間がかかるだけです。何が耳の溝って。耳の溝っていうのはあのこの上の部分ですね。回ってでもここなんか全部これ伸びてたらなんか おかしないですか。なんでおかしいね。だからみんながそうやったらおかしないの。別にちょっとこっち貸せやね。こんななってんのか。やらましょう。これがなんでこうくるんと回っとかないかんねやっていうことですよ。ガスがたまるだけやってんでしょ、うん、溜めるためにあるんですよ。違うの。これは、うん、空気抵抗を作ってるんです。だからこれがパラシュートの役割を。それでこれがないと人間はすんごい速さで歩いてしまうんですよ。こんな何ミリか丸まってるだけですか。ここに風をためることによってあんまり早く行かないようにしましょう。しましょうやあれ。しましょうやあれ。もうなっとんじゃないかそれやったら。わかりますか。わかるかそんなもん。だから皆さんこう皆さんが歩いてる速度ってのはこれ本来の速度じゃないんですよ。本当はここのパワーはもっと早く歩けるだけのパワーを生み出してるのにもかかわらずこの耳で防御してるわけです。そうしないとダメやったんですな。問題が生じてきたわけですよ。おう、どういう問題が生じてますか。それはやっぱりその経済的な問題です。人間が早く歩きすぎると経済的な問題が出てくる、うん、なるほど。これはどういうことなんですか。分からんかな。いや多分これね言うても分からへんと思う。いや言わなあかんや。いやまあ言うてもええけど、うん、すっごい難しいとこ入っていくよ。いや構えへんそんなの。英語とか入ってくるんで。いやもうそれなんとか努力するわ。こういうのあんま時間かかって俺嫌やねんけどな。いやもうええわ。もう頼むわ。もうほんまお願い、うん、ついでおいでや、うんうん、まず、うん、歩くことによって、うん、エアーが溜まっていきます。いやそういうのはもう空気いいじゃないですか。いちいち言わなくても。もう無理からやな。それで、うん、なんていうのかな、諸事情兼ね合い。何の諸事情や。じゃ今が言うかな。諸事情が来て兼ね合いがあって。何の兼ね合いだ。何との兼ね合いやねん。だからブッキング。誰のブッキングやん。何のブッキングやん、お前知ってることも並べてるだけやん。ヘタレヘタレ。またガイタレなんか全然関係あるか。ガイタレのブッキング。テレコテレコのどこのプロガイタレ。もろもろ。マラソンで優勝した時にかぶるあの葉っぱで作った奇妙な帽子は何なんですか。何かの暗示でしょうか。どうか松本先生のありがたいお言葉。あれは何。月桂樹。月桂樹。月桂樹の葉っぱでしょ、うん、あれはねあの、うん、結局月桂樹の葉っぱっていうのには、うん、月桂樹の葉っぱ、まあ一遍皆さんあの植物時間時点なんか時間植物時点時間あったら植物時点なんで調べてみはったらよろしいんですけども、うん、あの月桂樹の葉っぱっていう意味にはマラソンで勝とうっていう意味がある。基本的にはね。あ、基本的にはね。そこにいろいろそのなんていうのかな、プレゼン。それから、バーター。何言ってんだお前。だから、月桂樹の葉っぱには、ん？マラソンで月桂樹の葉っぱをかぶれるほど頑張ろう。いやそれはそうや。それはマラソンやってるやつはみんなそう思って走ってるわ。そういう暗
暗示が来ない。暗示ちゃうわ。冬将軍到来、と言っていたんですが、この冬将軍とは一体どんな人ですか。どんな方。そう、それよく聞くんですけど、それはそれ時期的に何冬に入る前に言われることなんよ。冬将軍到来とか言うんですね。ね。うん、なもだから今からもうあれですよっていうことじゃないですか。こっち寒なってきます。寒なってきますよっていうことなんですけども、この冬将軍というのはどんな人なんですか、っていう。え？いや、どんな格好とかそんな問題ないやろ、これは、人間じゃないですよ、冬将軍って。そんなバカな、何を言うの。冬将軍言われてるやん。冬将軍言われてるやん。冬将軍って言われてる。それで生きてないわけやないやん。役割やからしゃあないけど頑張りや。いや、人間ちゃうで、これますわ。まあ確かにね、到来来ると書きましょう。いや、そりゃそうやねんけど、これは人間ですよ。人間じゃないよ。人間ですよ、冬将軍。すごいですよ、冬将軍は。どんな格好してんの。冬将軍はもうあれですわ、デザインパーマですわ。はっきりちょっと、もうはっきりせん。もうこういう頭ってはっきりせんじゃないと俺ももう触れへん。わかりました、わかりました。どんな格好してんの、冬将軍。横分けですわ。横分けしてんの。横分けですよ。あんまこっちばっかり分けてたらそっからハゲてくる言われるから、たまにこっち側から。考えてんの。考えてん。冬将軍は。なあ、冬将軍。で、どんな服着てんの。冬将軍だいたい T シャツ。だいたい T シャツ。冬将軍やのに T シャツ着てんのかよ。それどんな T シャツ。こんな T シャツ。ドクロの映画。ドクロの映画で。下は大体どんなパンツ。ボンテージファッション。えらいきっついねんな、冬将軍って。歴史上の人物ですよ。知ってるつもりで今度やるんですよ。今日はなんかいいですね。ほら、よその番組でも、僕ジャケットは着ないんですよ。あんまり着ないですね。ガキの使いだけね、ジャケットにしようかな。あ、自分なら決めたんです。決めたんです。そう、お坊ちゃま入ってる。ねえ。ブルジョワ入ってますね。この辺なんか入っといたらかっていうね。そうですね。ガキだけちょっと。住民票、住民票はあなたもう東京になってるんですか。なってますよ。ああ、やっぱりね、そりゃそうですよね。僕ももうぼちぼちそうしないとダメです、ね。うっとうしいこと多いんですよ、なんか。はははは。住民票がいるとか、はなんか買うときに、わざわざ帰って取らなあかんでしょ。そうそう、俺なんかそうなんですよ。だからもうパスポートが切れたら、神戸まで行かないとダメ。そうそうそう、もう鬱陶しいですから。でしょ、でね、何が鬱陶しいってね、ビデオ屋なんですよ。こっちのやつってなんで免許証やったらあかんわけ。免許証で会員ならしてくれんとこ多いんだよ。ならしてくれへん、ならしだから、何がそれお前やから。女早いね。違う、免許証っちゅうのはよ。すぐ火つくね、君。なんて言うんでしょう、もうサイドまだ引いたままやのにドライブ入るんですよ。違う、引いてよ。免許証っちゅうのはもう一番の身分証明じゃないですか。でしょうが。そんなもん自分の家の近所のビデオ屋行ってやな。そうでしょ。身分証明あると免許証って言ったら、その当時まだ兵庫県の住所じゃないですか。そうやで。もうダメですと。ダメですよ。あれ、そこ住んでるやないか。もう怒ってるわけやね。もう火ついてます。もう火ついてますわ。もうドライブ入ってます。ドライブ入ってます。おかしいやん、そんな。ほんま早いな、お前ドライブ入ってます。なんでやねん。で、相手がもう役立て終わったらすぐバック入れれるんだ。怖いから。おかしいでしょ。ほんならその住んでるところの証明になるもん持ってこいって言うんですよ。そうそうそう。
だから、ビデオ屋行くやろ、うん、なんか、まあ、入って、こう、他ビデオチェックするやんか。まだ買いになってないけど、どの程度の物があんのか。そうそうそう。まあ、さっきそれなりに見てからね。特にアダルト中心にこう見ていくわけで。で、アダルトが豊富やったら、晴れてここの買いになろうと思ってるわけで。そりゃそうです。それをもう店員が、あ、まっちゃんだとか言うてですよ。うん、あ、まっちゃんだサインしてくださいよとか言って、うん、あ、いいですよ。うん、バーサインして。で、僕、買いになりたいんですけど、あ、そうですか。うん、免許証かなんかありますか、うん、パッと出したら兵庫県ですよ。そうそうそう、ダメなんですよ。それにむかつくねん。お前まっちゃんだ言うてたよ。別にお前逃げも隠れもせえへんしね、こっちは。もうそれで急にもなんかもうきついおかしくなるんですよ、関係が。ほんまそうですよ。あれ腹立つでしょ。腹立つ。サインまでしてんねんね。ほいでね、24時間のビデオ屋がある、うんうん、24時間って言うとね、何時でも行けるわけですから。そのままやねん。そんなこと言わんでも分かってるわ、みんな。うん、ほんで、そこ入ったらね、またアダルトが豊富なんですよ。で、俺、ガッツ借りたかったアダルトビデオがあったんで、うん、どこ行っても置いてないやつ。そこにはあったんや。そこにはあったんや。どうしても会員になりたかったんですよ。うん、ほんで、俺はまあ直接行ってないんだけどね。まあ、山崎とか。行けやん。出したら、ダメですって言われて。山崎は共同に住んでるんですよ、はい、共同でもダメなんですよ、そこはもう。もう近所に住んでるやつに借りに行かせたのが知らないんで、何人かおって探したんですけど、ちょうど留守で、もうその日に借りたかったんですよ、僕。もう見たい度 100% やった。見たい度 100% やったんですよ。で、まあとりあえず今日のところは引き上げようか。やろうでも引き上げるぞ。で、ガー帰っていったんですよ。その日俺マンション着いたら、マンションの前に弟子にしてくださいってやつがおって、うんうん、弟子にしてください、うん、もうそんなもう俺弟子なんか取ってへんからもうあかん、いや、せめて手紙書いたんで読んでくださいって言って、パッて見たらこれや。まああのあれやったら電話するけども。お前ビデオ借りたいだけやねん。まあ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 言うてね、今でもカバンに手紙は持ってる。入ってんねん。一応連絡先はあるね。本当にね、不自由ですよね、やっぱり。人間を信用してないんでしょ、結局。いや、入っていってさ、パッと見て、うん、ああっていう顔するでしょ、うん、俺はほら、だいたい入っていってこう見たりしないんですよ。先にカウンター行って、兄ちゃんとこに、うん、入ったら、うんうっとか言う。はぁとか言う。いや、言うんや。なんかええのある。お前、やらしいやつやな。まあ、ええわ。はいはいはい。いや、もうそっからスタートする。だからもう、その、何がええとかいうのは、あいつら大体見てるから。見てるうっとか言って。うん、はぁ、うん、なんかええのある、うん、ありますよって言って、探してもうて。で、いざ、ほんだそれってなった時に、俺、それなんか引っかかってる。ねえ、人間ってやっぱ冷たいですよね。知ってるやん、別に逃げへんやん。俺昔大阪でもそうやで、うん、女とやね、まあ年頃になるか。そしたら俺のプッシーちゃんが言うわけですよ。お前のプッシーって何じゃやんけ。あ、お前のプッシープッシーちゃんがですよ、うん、もうやっぱもうゴムつけなあかんって言うんですよ。それはまあいいじゃないですかね、うん、なかったんですよ。しゃあないからね、うん、買いに行くわって言うて、俺ホテルまで出てですよ、うん、ずーっと歩いてんけど、全然ない。もう後引かれへんでしょ。やりたいと高いやろ。そしたらね、ちょっと歩いてたらね、ホテル街があるんですよ、うん、もうしゃあないから、一人でホテルガー入って行ったら、うん、ばあちゃんがお泊まりですかとか言われて、いや、せやなしに、あ、まっちゃんやんか。いや、もうおばちゃんごめんやけど、ちょっと売ってくれへんかな、ちょっと困ってんねん、うん、それはできません。アメリカの方でな、なんか捕まった連続のなんとか犯人、うん、何の犯人か言うてくれ。ホモでロリコンなんですよ。そうそう、だから幼稚園ぐらいの男の子を狙ってるんですよ、うん、幼稚園の男の子などうすんねんそれ。でもやってしまうんでしょ。わからんわ。痛いよおじさん、痛いよとか言われる。それがたまらんわけ。その声がたまらんのですよ、そいつらにしたら。痛いよおじさん、おじさん痛いよ、やめてよとか言うわけ。何が外国の話じゃないか。
今言うじゃないか、アメリカよ。君はね、想像力豊かすぎる。かっこええよ。おい、こっちが思ってる以上のことを考えるから。おかしなこと言うの。怖い怖い、もう。向こうの話じゃないですか。ちょっと、ね、言っときましょうか。あ、鍵出して。ジュリアナのお姉さんはなぜ羽のついた扇を持っている、踊っているの。はあ、やってませんか、うん、あんな女せやけど帰り犯されたって文句言われへんで、うん、まあな、思いません。そりゃそうよ、あんな帰り道な、うん、あんな格好で歩いててな、犯されたからって、そりゃ犯されるわい。そりゃお前、牛がお前鉄板と焼肉のタレ持って歩いてるな。食われて当たり前、そりゃ食われるっちゅうねん。食うてくれ言うてるな、ね、そりゃそうですよ。ほいで ひどいとか言うたって、いや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 、それはひどくないですよ。なんていうの、あの雰囲気とあの照明とあの盛り上がりで、まあええように見えるんでしょうけどね。そう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 、うん、そうやで、一人一人こうやって見たらふわー一人一人見たら大したことないんですよ。なあ、それはもうほんとそうなんですよ、あの団体の恐ろしさですわ。なあ、団体でそらこんな格好されたらな、高校生でもな、セーラー服着てるやつ10人ぐらい歩いてきたら、うわ仲ええなあ思うんですよ。囲まれたいとか思うんですよ。でも一人一人見るとでも一人ずつ見るとそんな大したことなかったりするでしょ、うん、そうかそうか、そう、まあ、それはそれはそうですよ、芸能人のサインは何のためにあるんですか。今までもうたことあるんじゃないか。俺はないね、うん、ただあの困れへん、たまに、あの新幹線とかいろんなとこおったらサインしてくださいって言って、あ、ごめんなさい、もうサインはごめんねって言うんですよ、うん、でもこれがもうサインしてください、ごめんね、もうごめんねっていうのがもう癖になってるんですよね、うんうん、でなんかホテル泊まってて、頼むでしょ、ですいませんサインお願いしますって言って、いやもうごめんなさいもう本当にって言って、いやいやせやなしっていう、顔真っ赤かなったことあるんですよ。それはせなあかんがな、それはせなあかんがなって言うた、言うてから自分で、あ、言うて、あ、俺ってもうね、ごっつかっこ悪いこと言うてもらった、ごっつかっこ悪いことあるんですよ。ね、うん、いや新幹線とかね、この間も大阪から東京帰りに、うん、学生の男の子がサインしてくださいとか、もう寝起きやん、うん、人もなんかうわーって来るがな、うん、いやもうごめんな、うん、いやお願いしますよ、いやほんまごめんって、いや、お願いしますって。いや、ごめんなって言うたら、今日受験なんです。お願いします。それがどうして。なんかそんなこと言うて、言うたらもらえるってなもんだよな。何回も言うて、今日受験なんです。せやから何や。あかん言うたらあかんとか言ったら、こんな感じ。いや、いますよ。います、います。だから、女でも、この子が、今日誕生日なんで写真撮ってもらえませんか。ねえ、そのそいつはもうこんなんだ、なんか連れの後ろでなんか引っ込み思案みたいな感じでおんねやろ。いつもこんなんなってる。関係あれへん。関係プーですよ。関係プー。誕生日やとか受験やとかでね、何か自分がエロとするっていうのおかしいですよ。あれはなんか最後の切り札みたいに、最後の切り札それ出してきたらやってくれるわって。そう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 、タイミングなんですよ、サインなんて。だからそう、いつもいつもせえへんわけじゃないんですけど、タイミング悪いんですわ。あ、朝いつも早いの乗って帰るんですけどね、まあ、朝も早いから6時過ぎからホーム来てサインしてくれ言われてもやな、こっち眠たいのにやな、そういうことですよ。まあね、ごめんね。それはありますよね、うん、あとは手紙でもね、うん、こっちはこっちとこっちに荷物持って、ああそう、荷物持ってて、そうや、荷物持ってて、うん、でなんかこれって言ってもらうと、はいはい、ありがとうってもらうでしょ、はいはい、もうこれで終わりじゃないですか。もう手いっぱいやねん、もうこれ手いっぱいやんか、うん、こんならタバコとか言って持ってくるわけ、そう、もう無理なん分かるでしょ。それでもあかんねん、タバコをここに置いたりするわけおんねんおんねんおんねん、で一人が置いたら、あ、いけんねや、もういけんねや、もうまた来んねん、こうやって乗していってすごいですよ。もうタバコがね、3つか4つぐらいになってこんなんなんですよ。もう掃除なんですよ。はい、いや今のには俺は賛成できん。この前、今田さんのラジオを聞いていると、うん、大阪の喫茶店で僕と松本さんと
リットン調査団って若い子おるんですけどね、はい、お茶を飲んでいたら大阪のチームに、うん、後で外に来いと言われ、うん、外に行ってみると、うん、チームの人が20人ぐらい、チームの人がチームの人が20人ぐらい囲んできたんです。その時松本さんはタレントから殴ったらいけないと思ったらしく、はよ殴れとそのチームの人たちに自ら言って、あれはすごかったです。ビビっとんねえやないかお前それ。なんでやねん、何も悪いことしてんのにはよ殴れって。お前はそこを考えないかんっていうのに、こっちから先に殴ったら次の日の朝刊だから殴ることはないがな、何もしてへんねや。まっちゃん何やねんお前やねん、何で狙うとこかんけん。何もしてないがな。いや向こうにしたらね、何もしてないけどおったから、そうそうそう、なんか言うたら思って来いって言うたんやろ。そんならお前何やねんっていうことやん。そう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 、だから何やねんなんですよ。だから向こうがまず俺が何やねんって言うたんだ。だから向こうが何やねんって言うんだ。だからすかさず俺はかましたらなあかんと思って何やねん。まあまあ言うわな、言う、うん、やっぱ向こうも引いてませんわ。やっぱり自分らから言うてきたんやリーダーですか、うん、かますねー、うん、何やもうええわ。いやコントやってんねやな、45なんやねんのラリーがあったんだ。ラリーがあったんだ、うん、でそっからどう進展したんやその45ラリーから。ほいで、うん、まあ俺はやっぱりその若い子をしっかり守らんといかん、うん、だから殴れと。何を言うとんの。ただ殴ってきたら俺は倍にして返すぜ。お前裕次郎か。まあこれあんまテレビでは言いたくないんですけど、僕の必殺技はクロスカウンターなんです。あ、なるほど、相手が殴ってけへんかったらその技でけへん。でけへんわ。クロスカウンターやから。はあ、だから相手のこの手のあれを利用してこう乗していきますから。そうなんですよ。ただ向こうは手出してきます。まあ俺のかなりタッパのデカさに。かなりよ。ちょっと待って、見上げるフラやったらわかるわい。違う、タッパのデカさやな。もう見てくれのこと言うてへんがな。その人間としてのかなり奥行きのあるね、なんかなん出窓のような心にね。かなり打たれた。なんかキャチな心やな。かなりちょこっと出てるの。芸能人だから芸能人殴ったそれですな、殴ったことを自慢にしたいとか思ってるやつが結構いますから、これがもう鬱陶しいですよね。言うときますよ、あのテレビ見てる人、俺に勝っても自慢になれへんで。Ladies and gentlemen、今日はもう新宿で登場という。うるさいな、もう。もう本当にもう大変ですよ。はい、何がですか。いや何がですか。何が大変ですか。いやまあまあまあいろんなことが大変なんですけれども、本当頑張っていかないとならないよ、ね。頑張ってます。なんでそんな口やねん。何がございますか。何があるかな。まだまだ寒いですね。今日は確かに寒かった。寒かった。今日は寒かった。ね。うん、これもう考えたら1年のうちにほとんど寒いでしょ。そんなことない。なんでそんな話が、お前1年のうちほとんど寒いわけないやないかい。お前季節っちゅうのがあんねやから、あんだらこら。いやいや、俺子供の時に四季があるでしょ、うん、春夏秋冬、はい、これ全部4分割にされてると思ってたでしょ。ちゃうやん、よう考えたら半分寒いですよ、まあ、だってもう10月ぐらいからかれこれ寒いんですよ。まあまあそう、10、11、12、1、2、3ですよ。ほら見てみんな、6ヶ月1年のうち半分寒い。いや、まあまあそうやけどさ、年がら年中寒いって言うから違う言ってんねん。1年のうち半分寒いとは今日こう何を言うとんの。半分に振り上げてね、かなりダメですよね。ペンガキも考え直さないといけませんね。どういうことですか。まあまあその客のこととかね。ほう、客をどう考え直すんですか。いや昔ほら男ばっかり入れてやったりとか。ああ、やってましたね。一回したでしょ。え、あの若ハゲばっかりとか。若ハゲばっかりとか。またちょっと考えてもええかもわからんね。あ、そういうのっていうのはね、最近なんかこうカップル多いでしょ。ああ、鼻につきますわ。なんかムカつきますわ。ムカつきますわ、やっぱりね。なんなんでしょうね。
何がそう指すんでしょうね。僕らのことはもうガイタレ感覚なんでしょうかね。なんでやねん。なんかもうちょっとマイケル・ジャクソン入ってるんでしょ。ねえ、アベックでなんか見に来たらガイタレか。でね、昔ほらなんか企画やってたでしょ、うん、千人企画とかね、やるんですか。そのぼちぼちあったかくなるからやるかな。なるほど。で、僕ちょっと考えてるんですよ、うん、何何。あのダウンタウンピューレランドっていう。ピューロランド。そこ文字ってんねん。嘘つけ、お前間違ったやねん。ダウンタウンピューロランド。そうそうそう。ほう。どっかの空き地にね、うん、もうそらすごい何もぬいぐるみのなんかとかあるわけや。そう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 。どんなキャラクターやねん、ダウンタウンピューロランド。だからまっちゃん、ハマちゃん、ぬいぐるみ着てるわ。キティちゃんみたいな感じのがいて、こうこういうのがこう。俺らそんな動きせえへんから別に。持ってね、もう催し物がいっぱいあるんで。乗り物どうすんねん。いや、魔法の絨毯とかもあるわけですよ。おまあ俺とお前がこう板持ってこうやってる。まあみんないっぱいこう来てもうてわーっと、もうブレーコーで。いやいやいや、素人はブレーコーや。あれもあるじゃないですか、あの何こう画面見ながらこう、おいおいおい、あの何や、スターツアーズみたいな、スターツアーズみたいなやつ、うん、あれをやりますよ、空き地で。いや、あれは普通スクリーンがあるんですよ。そう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 。どうするんですか、空き地で。だからガキの使いとしてやるわけですから、うんうんうん、ちょっと考えたら分かるでしょ、はいはい、だから今までのガキ の、うん、あのカットした部分とかもいっぱいあるわけですよ、はい、それを大画面で見せるんですよ。放送できなかった、放送できなかったのを大画面で見せて、で、あの椅子がこう動くんです。それはいらんやん、それはいらんやん。気分悪いやん。話聞いてんの。これしようか、まっちゃん体験とハマちゃん体験っていうのがあるんですよ。どんな体験できるの。だからこう見るでしょ、ガキの使いのそういうのね、うん、でまっちゃん体験のとここう乗ってて、うん、こう話がバーっとあって浜田に頭ててガーンやられたら上からなんかガーン。これはもうまっちゃんの立場で見れるわけ、見れるわけですよ。それはせやけど、ほんなら俺の方に乗ってる方のが得なんちゃうの。お前の方に乗ってたら殴られっぱなしや。そういうことは何かい。わしの人生はそんなの。じゃあお前の方はお前の方で何かあるやろ。取ってんとこにね、うん、手をこうやってね、うん、こうこうみんなこう、まあ、離れて見てたらおもろいやろ。みんなみんな手こんなやつ。でダウンタウンのあの店とかまああのねえ、あんまりありきたりじゃないですか、ダウンタウングッズなんて言ったって、うんうんうん、まあそれももう一つですからね、うんうん、まあ、せっかくですから、うん、そのダウンタウンの店はいろいろそういうのなのかな、その無添加の、ね、野菜かなんか、いや、あのああいう野菜をね、無農薬野菜とか。そんな感じでやりませんか一回。千人企画っていうか、まあこれはもうどんどん遊びに来て、来た人は来てください。そう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 、いうことですね、うんうん、だってダウンタウンが魔法の絨毯するんですよ。ただ回すだけ、それで楽しめんの。楽しめるでしょ、俺とはお前がこうやって担架みたいなの持つんですよ。まあ3人乗りぐらいですけどね。いやいや違うの、下になんかこんなんないの、そのつっかい棒みたいなのないの。まるっきり俺らが乗ってんの。でけへんわ。なんで3人も乗せんのこれ。できるやろ。いや無理やわそんなもん、一人でも無理やわそんな。お前あれ力ないからな。お前ほんま力ないもんな。そんなことないけども、お前握力ないもん。ちょやってみ、ギュッてやってみ。もう全然痛ないもん。なんで顔がなんかって何。全然痛ないもん。ごっつ早かった。いやもうあんまり痛ないから腹が立ってた。全然ダメですわ、もっとあのスポーツクラブとか行かんのダメですよ。もう全然痛ないやんけ。何やそれ。あ、力入ってないから思ってんのかい。もう腹立つわ。そう全然話しない。おかしいな。なんか腕の筋おかしなった。
れあれスポーツ、うん、あれ通おうかっていう話が出てるんですよ。何スポーツクラブ何すんの。いやいやあのうちの高須がね、うん、サッカーの高須がスカッシュショーって言うんですよ。それでスカッシュ俺やりだしたらなんかの対決の時にスカッシュでやる、うん、ああいいよ。えほんなら俺が半年間例えばスカッシュガーやって、うん、かなり馬なってもう藤達也ぐらいになったら別にあれはキャスターだけのことやねん藤達也はなったらお前俺と対決するマジで。ええよ今度の罰ゲームはきついでもう決まったもんいや今度はもうスカイダイビングでもうパラシュートなしって俺もし何かあった時は死ぬよ万が一な万が一飛んでもし万が一パラシュートなしで飛んでああもしお前何にも開けへんがってみ飛んで死ぬでもうこれちょっと対決ね。ああそう、うん、うん、やろうか少し行くの。うんやろうかな。いけいけほんま対決するんですよ。いや構えへんからもうなんで切れてんのいやいや構えへんから投げてくれやいったまあ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 これはほんま寸止めにしとかんとえらいことになるから心遣い心遣いありがとうございます。先いたずらとかない。ないあまだちょっと変えましたからね番号ね。あ電話番号、うん、電話だけはもうどうしようもないねん。どうしようもないな。しゃあないんですよあれ受話器にうわー言うてももう本番入っていきたいけどねもうほんまピャーっとピャー行きたいけどね、あれ入ってもあれぐるぐるなってるからやかましいそんなんどうでもええやん。あそこで多分酔うちゃうからほんでね昔やったらな昔やったらうわー言うてねほんでねガーン切ってねまだそのガーンで収まりついたんですよ。今の電話ってダメじゃないですか。うわー言うてカチャッとこれなんかねちゃんとあそこ入れなあかんから持っていきましょうがないんですよ俺のコキ買ってこうなってるやつな。はい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 パカッてでこうなってるのよ。そうそうそうあーパタッてそんなんねなんかお辞儀してるんだよ俺はね帰ってくるとねようなんか物置いてありますさドアの前に、うん、この間もなんかエロビデオ置いてましたね。いや嬉しい。いやそれもうちょっと嬉しいかな思ったけどもう全然もう内容はなんかぶっさいくな女のエロビデオでねなんか置いてありましたわ。見とんねんまあ見たけどもどうしようもないもん俺がだからねもうねあれですよこんなことをねこれテレビ見てる人もそんなことばっかり繰り返すようならね、うん、俺には俺の考えがあるぞとそれやれやん困っとんねやから、ね、俺はもうそんなんしたらどうすんのどうすんのそういう時はもうそりゃ俺のバックからいろいろその圧力かけてあバックってこのバックじゃないバックね圧力かけるぐらいのバックがついてる、うん、圧力かけて庭駆け回るぞ何を言うあこれさっきのとちょっと相通じるものがある。あそうですか。どうして電話のコードはまっすぐではなくぐるぐるなんでしょうそうやな、うん、そう言われりゃね電化みがなってるよ。何やねん電化見て放送禁止用語違うわ電気カミソリよ怖かったわ電化見てなんでやねんなんでやねんな電化怖いなことあるか電化見て言うわなお前ちょっとプー入れといてなここ電気カミソリで電カミやん。なんでブーがいるんだよ。うわあ、あらって言えやんか。なあ、あらなさっかい。あれ、掃除機のんってなんであれ、
ピッと押したらシュルーン。あれもおかしい。まあでもあれ便利にしてるんでしょ。便利やけどあれ不便利やで。なんでよ。いっつもなれへんや。もう1年ぐらい使ったらシュルーン。プラララララララ。あとこうはだからもう一回。いやもう一回ちょっと引っ張りゃいくじゃないですか。嘘、俺こうやって入れてやんねんけど。それはもうお前、それはその掃除機もう堪忍したれ。もう、うん、まあいいですけどね。で、なんでグルグルなんですか。なんでグルグルなんですかってことだよね。これはね、僕ね、うん、NTT の企みなんですよ。それどういうことなの。あの、電話代をちょっとでも多く取ろうとする企みなんですよ。ね、直結してたらあんまり電話代かからないでしょ。こう距離を伸ばしてるだけでちょっとやっぱり電話料金かさむわけですよ。あんなコードが、あんなコード1個で電話料金還元してくるんですか。還元してきますよ。だからあ、普通ならもしもしっていう時にもしもしって行くわけでしょ。 もしもしって行くわけでしょ。それがもしもし、もうこの時点で20円ぐらいかかってるわけ。これは NTT のタクラ、これもあんただけに言うんや。今でも電話もごっつ機能がなんかもうややこしなってきたね。もうほらもうついていかれへんわ。え、どういうもの。転送電話とか、僕ね考えたんですよ、いたずら電話防止の機械を、うんうんうん、ちょっと小難しい話になるんですけど、ね、うん、転送電話できるやんか、うんうんうん、ね、うん、だから例えば NTT が、日本の NTT がブラジルにマンションを借りるんですよ。ちょっと待って、もう一回最初から言って。なんてNTT が、 NTT がブラジルにマンション借りる。マンション借りる。ほんなら NTT の人間はブラジル行ったらホテルに困れへんでしょ。はあ、社員はね。ええー、なあ。何を言うの。どこでも行け。せやなしに、せやなし。ブラジルなしでええやないか。これは軽い一ボケとして流したらんかい。ブラジルにマンションで、それでもブラジルな、うん、マンションでも何でもいいから借りるでしょ。うんうんうん。例えば僕とこにいたずら電話かかってくるでしょ、はいはいはい、それをね転送電話にするんですよ、うん、でブラジルに送ってやるん、はいはいはい、そしたらそのいたずら電話してきたやつはブラジルですわ。すごいよ、うん、5分喋ったってもう何千円とかなりますわ、はいはいはい、これでいたずら電話防止にはなりませんかね。でその時は、パンツ何色ってパンツ何色が2800円だよ。パンツより高いっちゅうの。結婚式の後よく2人が車に乗って行くのを見ますが、うん、その車の後ろについている空き缶は何なんですか。なぜ車の後ろに空き缶を乗せるのかというささやか。お前屁こいたな。間違いない。絶対こいてない。間違いなくてどういうことや。絶対こいてないよ。俺ちゃうわ、お前誰かやろ裏におる。そんなパワーのあるやつ俺。何人やお前。なぜ空き缶なのか。これはね、皆さん、風が吹けば桶屋が儲かるという言葉をご存知ですか。はいはいはい、ね、はい、巡り巡ってそこに行く。だから結婚、これは幸せです、うん、幸せは空き缶なんですよ。ね、でこれ今皆さん笑いました。それは確かに笑うでしょう。幸せはなぜ空き缶なのか。まっちゃんは何を言っているんだ。まっちゃんは何を言ってる場合。なんで何を言ってる。そんなやつおれんよ。まっちゃんは何を言ってる。もういいって。いろんな人がいます。いろんな人が見てるから。そういう意味ね。分かりました。ね、はい、幸せは空き缶なんです。だからなんでやって言ってるんだ。幸せは夢、うん、夢は夜。まあまあええわ、セーフとしよう。夜は暗い。なんかガキの発想になってきたんだ。暗いはお化け。はい、お化けは怖い、はい、ね、うん、怖いは効かん。Ladies and gentlemen。なんかですね、
ろんな情報を書くんですね。そうで、何の情報ですか。今日の客はなかなか重いという噂が入ってます。そうですか。ええ、そうなんですよ。いや、でもみんな機嫌よう聞いてたよ。機嫌よう聞いてるなんて。いや、なんで普通ほらなんかもうなんかこんなやつじゃなしにあれ出せやと思うんやったらなんか、うん、よ、なんかついてますよ。ここここここ何がついてんの。あ、取れた取れた。あ、取れてへんわ。なんか光ってるで。なんやそれ。あ、何ってん。なんか、え、弁当を食べて、うん、ガム噛んでチョコレート食べて。お前子供か。なんかお菓子ばっか食うとれないわ。カリカリ梅。何今日もね、はい、もう仕事の虫ですね。仕事の虫ですか。もう仕事ばっかりやってますわ。もうね、ダメですよね。みんなやっぱりほらこの人たちっていうのは定期的に休みが、休んでるわけですよ。え、うん、いや、まあ今なんかもう週休2日ぐらいになってるでしょ。なんで給料持とんの。なんで給料持てるんですよ。なめとんな。そう、その給料も大体僕らと同じぐらい。ほんまかい。あ、やめるわ俺それやったら。やめるわってどういうことや。こっちの方が楽みたいやないか、それやったら。やめるわ、お前。やめるわいうのはどういうことやねん。何や、俺様がお前らと同じ給料でやってられるんかっていう、それはなんかおご、タレントとしてのなんかこの、おごり高ぶりですよね。それはダメです。違うわな。2日の休みやって一緒やったら割り合えへんことやないか、そんな。それ以外はならか、この人たちが、1ヶ月例えば休みなしで働いて、給料一緒やったら納得するんですね。いや、それもちょっときついもんあるな。お前はほんまに。待て、ちょっと待て。あのな、うん、違うな、この人らはほら、まあ、朝早いけど、夕方やったら5時とか6時に終わるわけでしょうが。終わるわけですよ。こっちは、今日はあの10時に終わりますって言うたって、終わった試しあるやん。まあまあ、押すことの方が。押すがな、押すがな。10時に終わります言うといて、うん、12時、1時に終わるわけでしょ。そうですよね。俺らも明日も早いし、夜も遅いわい。もうやめろやん。だから、うん、時間なんか決められてても、ないようなもんや、これ。それで一緒やったら、朝は終わりやええんけど。何を言うてん、安志くん。おめえじゃん、昔は。割合ええ。そういう意味ではいいじゃないですか。それで一緒やったかな、あんちゅうてね、金が。ははははそれだけのことですか。そうですよ。何を言ってるんですか。今だいたい、まあ今、まあ30ぐらいのサラリーマンがね、24、5万とかそんなんですかって通りで。そんなもんですよね。あなたそんな何倍欲しいんですか。いやいや、別に。別にそんなこと言うてんのじゃ何倍ってどういうことやねんお前。あきれるなよ。ほんまにお前あの邪悪な心の持ち主やな。金の亡者というほかまお前お前は汚いな。なんでやねんな。僕お金なんていらないですよ。僕はこうやってみんなに笑っていただいたらもうそれだけでも何ですの。お前はお前なんや、現場のマネージャーにはこんなもんお前こんだけあれやね、何時間かかっとんねんお前、こんなお前だらになるんやないかって言うといて、お前会社の上が出てきたら別に、いや僕は別に浜田がまあそれはないやろ。僕だからね、もう本当いつも言うてるように、ま、基本的に僕こうやってみんなの前で喋れてね、みんながニコニコ笑って見てくれて、もうそれだけで、あともう本当にご飯一膳と温かい布団さえあれば何もいらないですよ。もうお前温かい布団が一膳あったらええんか。一膳だからお金かってそんなにいらないんですよ。芸能人もらいすぎなんですよね。いや、もらいすぎじゃないですよ。あの、いつも一番になってる、あの、三田よしこ。すごいですよ。なんでそんな持てんねん。年収何億ですか、あの人。ねえ。ちょっと納得いかないですよね。三田よしこがそんな何億も稼ぐほどの玉やあれへんのに。そんな稼がれてもね。何やねん。え、あ、じゃあ俺今ちょっと歌うとした。三田よし子知ってるでしょ。え、三田よし子知ってるでしょ。知ってますよ。三田よし子、はい、あの女優の三田よし子、はい、何億って稼いでるんですよ。
すごいですよ。毎年長者番付。そうそうそう。女優の部分。思えんが、こんな玉やないっちゅうねん。ギターも弾かれて何やと思う。いや、ほんとそうですよ。芸能人ね、稼ぎすぎですよ。いや、そうかな。いや、ほんまそうですよ。いや、僕はもうほんと庶民の味方ですから、今度ほんとにいつか、近いうち立候補しますけども。もう僕はやっぱり日本を立て直したいと思ってますからね。あ、そう。そうですよ。どっから立候補するの？え？何がいいの？どっから立候補するの？いや、東京でしましょうか。ほんならとりあえずお前住民票移せよ。お前まだ兵庫県の人間やないか。そうやねんな。だから俺車乗ってこっちでも車乗ってて工事したがしやがって人の税金で言うたって、俺別にここには税金払ってない。お前東京には何のあれもあれ、何それすんねん。これマイクがジャンパーになったって、ノイズが入ってる。え、なんでこれで言うて、何？何？いや、マイクにノイ、あのジャンパーがあってノイズが走りますね。いや、上がってこい。何？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 いや、ちょっとマイクにジャンパーが当たりまして、ノイズが走ったんで。どっから声出したの？君ね、まあ、もうちょっとね、男らしく喋らないとね、オカマだと思われるじゃないの。このなんかニューヨーク行くらしいじゃないですか、あなた。もう遊びですわ。違う、ちょっと聞いてくれ。かっこええな。何しよう、ニューヨーク。ちょっと待てよ、お前。ニューヨークにダンク決めに行くわけですね。かっこいいですね。なんなの、お前な。はい。お前がしときや。なんですの。なんですねね。お前がわがままこいていけへんって言うてるだけやないか、ほら。違う。ここは俺もこの番組ではっきりさとか。ほんまな。違う、今度な。ね、うん、まあまあ、前の奥さんも聞いて。男に奥さんも。あの、夢で会えたらっていう番組あったでしょ。で、あれで、野沢直子に会いに行くって言うんですよ。で、野沢がニューヨークにいるから、みんなで、みっちゃんとか、うんなんとうちと5人で野沢を求めて、ニューヨークまで行こうっていう話があったんですよ。ね。で、それ、行くんやろ、結局。お前以外はな。もう僕は行かないんですよ。うん、こんなやつおる、でも。今さら野沢に会うて何やねん。どうも。もうな、もうわしの立候補の夢が。待て待て。まあお前な、こんなこと言われたらもう怖いわ。まこっちのせるやお前。俺めちゃくちゃ悪いやつや。いや悪いやつやないか。俺の血は何色や。まあ緑なんでしょうな。もうな、そんないいやん、そんな。何が？外国嫌いやねん俺。なんで？俺逆に聞きたいよ。なんで外国行きたい？というかそんなん別にお前自腹で行くわけでもなしやな。うん。行って何するわけじゃないんですよ。うん、ただで行け、遊びで行くんですよ。うん、しかもニューヨーク。うん、僕はねそれが嫌なんです。今のそこの浜田君の意見に僕はちょっと質問投げかけて。何やねん。ゴールデンの2時間番組。野沢はどこや？そう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 。面白くない。なお。いや、そう。誰をやる。誰をやる。じゃあ違うな。じゃあそんなん別にな、いいんですよ。じゃあだから、うん、俺はみんなで残って、ごっつい頭やな。みんなで残って、楽しくコントを撮ろうって俺は言うたんや。そっちの方が前向きやと思えへんか。そっちの方がみんな見たいと思うよ。いや、そんなのたるいがない。ボコ。あ、痛い。なんで痛いねん。なんで腰痛い。なんで痛いねん。あの散歩するな。が、一つ俺の話を聞け。なんやねん。
うっちゃんなんちゃんもね、ああそれからまあみっちゃんもそうじゃないですか、はいはいはい、そしたら あなたもそうです、はいはい、何か足元がおろそかになってません何を言うの誰やねんお前本文である笑いを忘れてはだから今変化お前藤山幹事さん違うやないかそんなんもありや言うんてんねんやないかいや そうかそりゃそうやそんなんもありですよそうねああああおみんなうん言うてんねんあみたいな顔してるやんお前なそんな客はアホみたいなまああれやけどアイドルはどんどん脱ぎ出すティーバックやギリギリティーバックスでしょうねこれ、うん、ギリギリガールズなどどんどんエスカレートしていきますこれからどのようになっていくのでしょうかこれね僕はねこれマジの話ね、うん、どんどん露出がひどくなっていくと思うんですよ ね,、うんねうん、この勢いでいったらねこの勢いでいったらね、うん、ということはもっと恐ろしいとこまで来てしまいますよね、うん、なるほどだからもうちょっと頭蓋骨見えてたりとか医者連れて行けいや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 そんなもん出てきて頭蓋骨見えてたらそんなことよりも何よりもそれはもうすごいことになると思いますよそこまでのそのそういう意味ならおしつかいなだって他もう見せようないでしょというかほら雑誌にしたって何にしたってさもう今結構なところまで来てるじゃないですかあもうそれも解き放たれますか多分ね放送コードがもうなくなりますか放送コードがやっぱりだん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 この改善されていくんじゃないかこれからの先のコンビなんてごっついやりやすいねそういう意味ではねまあでもだんだん受けへんようになってくるんやろなもうそれがなんか当たり前になってくるとねそりゃそうでしょうん、10年30年5人グループでもう丸出しのやつがうわーやりますかもうそれはだからその時代になると当たり前になってくるんですよ歌詞はもうなんやもう歌詞はもうそれはしゃあないですよもうビロビロガールズとか出てくるそうそうそうビロってるねはうわもうこの辺にも花あしらった うわーすごいですねそれはそんなもう男と女のコンビでもうガーやったりする踊りとかなんかやったらもうなんかもうすいませんでした史上最悪誰でもわかるでしょうクイーンサザエさんが学校に行きました。でもなぜか校長室に呼び出されて退学させられてしまいました。さてどうしてでしょう。シンキングタイムせえへん。シンキングタイム。あはは。行ってみよう。答え、パーマをかけてるから。何これ馬乗ったのかい馬乗んなバイハッピーホッピーさんからいただきました、はいはい、ダウンタウンさんはスターですかそう言われるとなんか妙に気持ちの悪いんですがスターのための5か条を教えろ教えろ言ってんのかね5か条なんかあるんですかねああのないでしょ別に食べんのが、うん、物食うのが、それはあるわ。遅いやつは売れないってよく言いますね。うん、早なかったら。よう言ってたやん。一緒にお好み食いに行ったら、もうなんか、いつまでも食うてる、ね。名前は伏せますけどもね、もうそいつね、もう全然売れないんですよ。ね、そいつとお好み食いに行ったら、もう遅いんですよ。もう俺すぐ食うねん、あんなもんな。うん、俺、とっくに食い終わってんのに、全然、パートのオーバーハンがね、2回変わったんですよ。まだ俺が食うわ、まだ。こいつはね、今でも大阪でやってますけど、まあ売れないですな。あ、そうだ。あのね、僕だけの考えでいいですか、うん、あのね、あれ、時間にね、うん、ルーズなやつか。ルーズなやつじゃないと売れないって僕は思うんですよ。
それは今の現状がさっき前の話で出てきたそのお好み食うの遅いやつ、うんうん、早いや早いせやせやせやあいつなんか楽屋1時間ぐらい前に帰ってくるなね、この世界ね、あの時間が大事やとかね、うん、あの人間関係 大切やとか言いますけど、うんうん、あれ嘘ですよ。いやーそんなことないな。あれは適当でいいんですよ。いや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 、なんでな。時間守れへんな別かまへん。俺もそうやけど、うん、限度があるねん。そう、限度があるがな。いや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 、わしゃ君に言うとんねん。わしゃ君に言うとんねん。なんでやねん。かまへんねん。遅れんな、かまへんねん。遅れんな、かまへんねん。でしょでしょ、ねえお客さん。限度があるっちゅうてんの。あるっちゅうてんの。ほんまですって。ほんまですわ。まあまあそんな感じですかね。あ、スペシャルの4月ですね。4月の1日の木曜日でございますね。7時から9時まで2時間、ダウンタウンの男前やな、フォーというのをお願いしますので、ぜひ見てください。アッコちゃんがまだ怒ってるらしいで。あ、罰ゲームでね。罰ゲーム。これ仕方ないじゃないですか。あの男が負けたんだ。負けたんだ。あの、アッコが負けて見た人は分かるでしょうけど、罰ゲームでね、紛争させて出したんですよ。その後怒ってたあの男。怒ってる。カメラ目線で松本お前覚えとけよとか。いや、あんたゴルフ勝手に負けたんや。俺のせいにされてもやね。怖いやろ、怖いですよ。ほんまにも。うるな。言うたれ、もう。あるんやろ、ば、言ったれ。ほら。はい、ほら、やめ。お前、あれやぞ、ほら。お前、入れ墨してるやろ。Ladies and gentlemen. いやいやいや、今日はでも僕はあれですよ。何？ひとしパワーとしましてはね、あんま力出しませんよ。なんで？っていうのはね、してるつもりのね、スペシャルでね、1時間押してるんですよ。え、これ？この回。あ、そうなの？だからこれね、12時からですわ。あんま見えへんの？あんま見ないんですよ。そんな言うほど。だからね、そんなね、面白い話でもしゃあないんですよね。してるつもりか。何を？いやいや、もう僕は好きですから、してるつもり。あ、お前よう見て泣いてるらしい。いや、泣いてない。そうそう、僕ね、あれを言うとかないといけないんですよ。何？もうこんなこと俺も言いたかないんですけどね、テレビ見てる人間っていうのは本当にテレビを見てね、そのままやと思い込んでしまうでしょ、それはどういうとこで。この間やったじゃないですか、楽屋の隠し撮りのやつ。あ、はいはいはい、違う番組のね。違う番組の、はいはい、あれを見てね、ほんまやと思ってやってるんですよ。どう考えたって違うやろな。あ、なんで俺がお前に醜さ取ってもらわなあかんの。かね、もう嫌ですよね。僕はね、もうちょっとね、改造計画に入りますよ。テレビのままと私生活が全然違う人間っているじゃないですか。で、俺なんかは本当そうなんですよね。あえてそのテレビの前で自分がちょっと頭おかしいように振る舞ってますけども、俺ぐらい常識人間はいないからですよ。いやいや、これマジでね。いや、俺お前ここまで来たんやね、今。いやいや、お前の話で何がマジでや。いや、これもう本当マジでね。だからその辺をね、もうちょっと分かってもらいたいんですよ。この間でもそうじゃないですか。そう、あ、思い出した。何やねん。久米宏が全国ネットのニュース番組で俺をアホ呼ばわりですか。怖いですわ。いいじゃないですか。お母ちゃん泣いてるわ。うるさいな。僕はね、ほんと、まあみんな、まあ感づいてる人もいるでしょうけどね、かなりね、かなり IQ が高いことになってます。ほんまはね。いや、でもそれはね、でもね、なってますってね。それ俺は出したら損やと思って、知って自分の中でね、アホを振る舞って、まあ気づいてる人もちょこちょこいるんだけど。いや、俺、かなり頭の回転早いと聞いてます。誰に。これね、スタッフも含めてね、なんか俺をそういう風に作り上げようとするんですよ。
浜田男前。なんでやねん。何スポーツ万能。松本何さしてもダメ。いやそりゃそうやないか。それ当たってるやないか。お前男前スペシャル見たってそうですよ、うん、もう俺にねそういうのばっかり刺すんですよね。いや刺すんやないかな。実際そうなったんやからしゃあない。だからスキーでもお前結構うまいっていう感じ。いや俺うまないですよ。いやでもまだマシになってんねん。俺は全然ダメっていう感じになってるんだ。ダメやったからダメやって。お前立たれへんかったやん。ずっとこんな状態やったよ。起こしてるなあ。おい4人がかりで来ないなって。あれは俺のスキーの靴のサイズもおかしかったし。違うわ。サイズおかしかったの俺のやないか。 おかしかったし、うん、で俺はいつでも滑ろうって言ってんけど、パーッとスタッフ寄ってきて、もう分かってますね、分かってますよ。そうやお前そうやね。おダウンタウンで言うたらお前もジャニーズ扱いやだからお前立たれへんかったんやから。あれはもうどう考えても、まあ、今日のオープニング見てもでも分かるわ。なんかその車でガー行くんかってな。お前はあれやんか、なんやごっついあれやん。ハンドル軽いやつやん。バーステで、バーステやん。俺なんかそれぐらい覚えとけよ。俺もハンドル肩で運転もう一つできへん。そしてそうするんですよ。いやだからできるんやったらお前ことやってくれたらええがな。いやこれでね、なまっちゃん何が得意ですかって聞くんですよ、うん、で僕はこれこれこれはって。ちょっと待て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 、お前3つも追ってどないすんねんお前。それ何があんねんやそれ。これこれこれ、いやまあまあ言うじゃないですか。まあかなり、まあ6つぐらい言うじゃないですか。いや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 、ね、全部それは省くんですよ。俺が得意なもんは刺さんとこうってするんですよ。お前が言うてることをみんなやっとるやないかい。何を言うてん。何言うてん。バタフライバタフライ。あ、それ言うたんや。ジェットスキーもそうじゃない。なんで。え、なんで。お前ジェットスキー。ジェットスキーってない、船にこうスキー座つけてこうやるやつ。それはお前水上スキーやん。ジェットスキーでまたがってこういう。そう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 。あんなん別に誰でも乗れるやんか、ボケ。お前そうや、昔ガキで沖縄なんか行った時、水上スキーやりましょうよって言ったら、いや、俺は、ああ言うて、なんでせえへんかったん、あれ。じゃあ俺もう、ほんま嫌な思い出あるし。いや、やったことないやないか、いやいや。まあもう、ちょっと、慶応時代にね。いや、いいか。お前、天の高卒やないか。やろうや、ほんなら、まあ、お前得意なやつでやろうや。もう何、俺奥ので出していいわけ。いや、いいですいいですよ。いいの。いいですいいです。もうマジでやっていいわけ。いいですよ。俺ほんまにスポーツマジでやりだしたらもうすごいですよ。俺のスポーツは言うとくけど、もみあげ履いてます。なんでや。でもほんま、お前はうまいこと立ち振る舞ってるよな。なんで。俺な、やっぱりな、思うね。俺も思うね。うるさいよ。タイヤーパチ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 。何発殴られとんねん、わし。これでももうなんか俺ごっつい下手れみたいに思われてる。やっぱりな、俺もな、うん、ちょっとほんならな、うん、考え方変えたろかいと。おお、何何。ドラマ、ドラマ出てね、ちょっとええ役やったらね、もうそれでもちょっともうモテモテにいやんですわ。なんでやねん。それはな、わしな、なんでやねん。そんなことはな、わしな、わかっとんねん。おっさんかい。そんな、何やねん。俺だってやったろかい。何をいな、もう。TBS でやったろかい。何をやねん。小粋な役を。ガッガッ。俺、ドーンドーン。受けてどうすんの。ちょっとドラマでチューでもしたら。ちゃちゃちゃ、俺こんなんないもん。流れたいナンバーワンなんの。わし分かっとんねん。わしやれへん。今までのわしは。でももうこれからのわしは違うで。そうなんかな。いやほんまそうです。それイメージですよ。でももう なんかそういうのでもいかにも狙ってるいう感じ。いやいやから、こいつ何や、もうモテようもて必死やんけって思われたないから、俺はあえてね。あ、何、ほな今までドラマで出てる人っていうのはみんなそう思ってやってるって。そりゃそうでしょ。でもあの人ら別にそんなに大して帰りはないわけですよ。何帰りがないということ。あの人だってもうブランカの中でしか見れないわけでしょ、うん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 、
でそんなこんな人の前出てくるわけじゃないか、帰りがないから、あの人らにしたら今俺ほんだどの辺の位置なんやろとか、そんなあんまり分かれへん。いやでも雑誌とか見てなんや、そのなんか抱かれたいなんたらとか言うたらね、あ上位に食い込むんですよ。俺だってやったのかいと、わしもなんやほんならマシンガン持って爆破されたビルから走ろうかいとやったのかいと。お前その体型変えろ一生できへんわ、車乗ってこんなん。でもね、まあそれはもうしたらいかんな思ってね。ああそうなんですか。やらないんですよ。ああそうですか。そうでしょ。ああ知らんよそれは。それは君の考えでしょう。俺はねもうね、そんな手に出るならね、うん、もう俺ほんまやるで。何をやんねん。コンサートやってよ。もうそんなこと言うんやったら、わしあれや、誰も何も言うてない。お前が一人で喋っとんねん。わしもうあれやで、もうアンプの上足乗してバラード行くで。ガーやるで俺。バラード行くのに来ない。いやいやいや、飛ぶぞこの野郎。こうやるで。やるけど、いや、やったらほらすごいの分かっとんねん。それはあえてやってないと。やれへんねや俺はと。二人でやっていく場合に、もうお前はもう女のハートをがっちり掴むことになって、タイプになってしまったわけですよ。そうなるともう俺はもうダメですよ。何を言うてるんですか僕は。全然分かれへん。ダウンタウン浜田を5つの単語で表しなさい。かわいい、かわいい、かっこいい。止まっとるやねん。かわいい、かっこいい、なんやろな、優しいとか、そういう感じで5つ形成されてます。俺は何や。君は何や。おかしい、おかしい、気持ち悪い、気持ち悪い、臭い、臭いとか、もうクッとか、そんなの。いやいや、ほんまですよ。だいたい俺、おしゃれなタレント、勝手にほら、最近よー雑誌でアンケート取るやんか。うん。なんやねん、お前。こんな着方したい時もあるやろ。ないか。俺は今こういう着方したかったから。別に喋れるやなんか喋られへんか。喋れるやろ。この間3月26日ラジオを聞いていたら、吉田栄作が、うん、最近ダウンタウンはいい気になって、マジで寮の悪口とかを言ってけしからんと言っていました。お二人はそのことについてどう思われますか。バーカ。何を言うと、なんで俺らはお前犬なこと言われなかった。私も人気者を敵に回すのはちょっとヤバいんじゃないかと思うのです。何がヤバいか、何がヤバいか。ああ、人気者っていうのはマジで寮のことですか。そうですよ。あ、吉田栄作のことじゃなくてですか。誰ですかその吉田栄作の。なんかおまけしてる。だからね、僕ね、最近ダウンタウンはいいなってとかね、よく言われるんですよね。最近ダウンタウンは調子乗ってる。これ間違いですよ本当。それ本当やめてほしいんですよ。最近じゃないですもん。ほら昔からそうや言うてる。売れてない時からそうや。ただまあ吉田の A ちゃんに言われる筋合いはないですか。ない、全然ないね。うん。高層ビルの窓から東京の夜景眺めて、いつか俺が天下取るって言ってたらしいですよ。いやいやいや。はよ取ってくれよ。お前最近影薄いやないか。ま、僕はそうは思わない。おい待て。こいつらね、あれなんですよ、役者とかミュージシャンってね、縦のつながりしっかりしないですよね。しない。僕らね、やっぱりね、先輩は立てるっていうあれはあるもんな。喋る時ぐらいちょっとあるじゃないですか。そうほら、テレフォンショッキングでもミュージシャンとかなんて言ったらタモリさんとかに平気でタメ口聞くでしょ。あれが俺わからないですよ。あれほんとそうね。こんな吉田栄作ごときが12年目のダウンタウンにけしからんてね。まあでもキャラクターやからええんちゃうかな。そうですか。いや、ね、最終的にわしがあれかい。
お前は最終的にわしかい浜田君たまには声を紹介しましょう、うん、私は今年大学受験だったので、うん、テレビを見ずに勉強に打ち込もうと思ったのですが、テレビ好きの私にとってテレビのない生活は耐えられませんでした、まあね、そこで私はガキの使いだけを勉強の合間に見ることにしました、うん、するとどうでしょう、何や、私は第一志望の大学に見事合格したのです。私はますます2人の大ファンになりました、うん、これからも受験生の心のオアシスとしてためになるお話を続けてください。ガキの使い大好きです。ああそうですか、ありがとうございます。本当にね、ちょっとこの子頭おかしいためになってるとは思いますよ。あのどっかでね、うん、僕はね、あのいつもね後輩集めてね、うん、よく言うて聞かすんですよ。何を言うの、ええかお前ら、うん、あ、うん、このコメディアンっていうのはね、本当にね人を助けになるんですよ、うん、僕はねコメディアンはね死んだらみんなね天国に行くと思ってるんですよ。人を笑かしてるっていうのはこれはすごいことです。笑かしてるってよ、ね、まあね難しいことなんですよ。そりゃそうですよ。この笑いっていうのは難しいからこそ、うん、なんかやったらこけたりするんですよ。いや俺は面白かった。俺は面白かったな。あーっとね、どうしようかな、やっぱりごめん、カットしよう。回しについているピラピラは何なんですか。こうやるやつね、こうやっていちいちこうやってこう座るやつ、ね、このあれですね、あれなんて言うんやろ、そう名前も知らんけど、あれはあの多分あれじゃないですか、のれんの役目をしてる。のれんっていうのはお前こう入っていくもんやわ。じゃあとかだから撮ってる時に出ることもあるじゃないですか。ないですよ、出た負けですもん。出た負けやけども NHK でバーン打つわけにいかんやんか。まあね、そうやろ、うん、その時にあれがあることによって和らぐやん。違う違う、何もなかった。いやベロ出たら生々しいやんか。あの回しでお前横から出ることはないんやもん。なんでな、こっから外れていってこうなってパサンと落ちるやんか。それはもう外れる瞬間には行事はパッと止めてるわけやから、なったかけて。おいでもお前なんかやってる時にポロッと出ることも絶対ないと。そんなポロッて取るようなチッコしてないもん相撲取り。お前は何や、相撲取り研究家か。長いな。例えばな、うん、あれがなかってガーやってる時にポロッて出たら、それはもうテレビ見てるもんも引くじゃないですか。でもあれがあることによってバッと出てもなんかこうまだやってるみたいな、そんな感じ。そうやってるわね。寒いねっていう感じになるじゃないですか。なあ、でもみんな関心あんねんな相撲に。空港でも相撲やってたらもうおっさん釘付けやね。そうそうそう、みんな見てるね。なあ、あれ空港でもおっさん全然行けへんねん、もうずっともうもう出る言うてんのにね。ずっと見とんねん。見とるんですわ。空港で思い出したけど、うん、あれごっつ腹立て、飛行機で、うん、大阪から東京来るやんか、うん、なんなり直接空港行けへんねん。そらもうな、みんな思ってるよ。一回降りてバス乗らなあかんねん。いや、わしらバス乗るためにお前。みんな思ってる、ほんま。わざわざバスまた乗ってなあ、アホですわ。こっからは私が。いや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 、おかしいやんあれ。いや、そんなこと言われても。おいね、今日送ったるわ言うて家の200メートルぐらい手前で降ろされたらムカつくやろ。あれと一緒やん。こっから歩いていて、はい、もう着きまって、でもここ